そうでしょうか。昨日一緒に牧場でのんびりできたのが良かったのかもしれません。登山もできたし楽しかったね。はい、帰ってきてからも牧場での動物たちや山頂の風景を思い出すとのんびりした気持ちになれるんです。お二人のおかげで私ものんびりを知ることができました。ありがとうございます。どういたしまして。私もウミちゃんから教わったことがあるんだよ。私からですか？うん、たくさん頑張った後ののんびりは最高ってこと。しっかり屋さんのウミちゃんと一緒にいるともっとたくさんのことを教われそう。そうでしたか。お互いに新しい学びがあったなんて嬉しいです。いいですね。今度はもっと高い山に登りたいです。山があるかいいかも。そうだ、せっかくだからこの後カフェに行かない？のんびり山の話をしたいな。すみません、この後は自主練をしようと思っていますので。そこは一緒にカフェでのんびりするところじゃないの？昨日のんびりした分今日は力を入れて練習がしたくて。その代わり休日はまた3人で出かけましょう。次はもっとのんびり過ごせる気がするんです。ダメですか？はい、私も楽しみです。そうだね。じゃあ今日はいっぱい練習頑張ろう。たくさん練習した後の方がきっと素敵なのんびりになるもんね。もっと素敵なのんびりになるなんて楽しみですのんびりが癖になってしまいそうです。のんびりを楽しむためにもこれからも練習頑張ります。